森谷源次郎森谷源次郎12月から1939年10月30日は日本の官僚、教育者、声優会系関西茨城県知事、京都府で森谷妻の長男として生まれる。第二高等学校を経て、1902年東京帝国大学法科大学政治学科を卒業、大倉省に入省し専売局属兼大倉族となる。 1903年10月20日、文部省外国留学生として、欧州へ出発し経済学を3年間学んだ。1906年12月12日に帰国。長崎高等商業学校教授に転じた。1909年11月、文官高等試験行政科試験に合格。1911年10月20日、外務省に移り参事官に就任し、 政務局第三課兼第一課勤務となる。1913年3月8日、鉄道院に展示総裁秘書兼道院参事に就任。1919年6月23日に休職となった。1919年9月27日、茨城県内務部長に就任。1920年5月の第14回衆議院議員総選挙において、 力石雄一郎知事と共に、声優会の勝利に貢献し、1921年5月に茨城県知事に昇格、対象自由教育運動に反対し、圧迫を加えた。1923年9月に、実施の県会議員選挙に関して、県会に選挙区の文庫を提案し可決させ、さらに選挙干渉を行って、声優会を勝利に導いた。また、 ちなみこ、江戸先入りの干拓事業、県税制止株式会社設立、工業試験場、県市市場設置などを推進した。1923年10月25日、知事を給職。同年11月3日、伊岸面本館となり退官した。その後、半和電気鉄道顧問を務めた。ありがとうございます。